僕ですね、ドラマの相棒が大好きなんですよ。相棒、うん、あの長いことやってる人気シリーズね、はい、はいはい、水谷豊さん、皆さん分かってますかね。まあちゃんと見たことないって人はいるかもね、はい、でもまあな、まあもう20年ぐらいそうなんですよ、はあ、ドラマの相棒の相棒が今一周回って寺脇さんになってるの知ってますか。あ、いわゆる水谷さんは、うん、あの右京さんね。右京さんはずっと変わらないんですけども、あ、その初代が寺脇さん。寺脇康、そのパワフルなすごくイメージのなんかこう熱血感、 MA1 来てる、 MA1 来てる、はいはいはい、そのイメージ強いわ、はい、あっこから初代歴代変わって変わってって5代目にして今5代目、もう一回寺脇さんになってるんです。すごいね、原点回帰、うん、すごい、もう何十年も経ってから、うん、あー、なるほど、今初代の人に。初代でもその2代目3代目4代目っているんですけど、皆さんちゃんと分かってますかね。いや、分かんです。ちゃんと追ってる人はいるかもしれないけど、うん、俺もあんまり定かじゃない、誰がいたっけなみたいな、うん、どこで風邪ひいてるの変なタイミングで、はい、で初代が寺脇さんなんですけども、まあ、それは2代目はそのイメージとギャラッと変えて、ギャラの配分は知らないギャラじゃない、ギャラでガラッと変えてみない、ガラッと変えて、ガラッと変えてイメージを、はい、寺脇さんと全然真逆の人ってこと。及川光博さんだ。ミッチーだ、確かに。冷静沈着な及川光博さんが2代目なんですよ。メガネのね、金縁の、はい、だけどこの人はあのシーンとか見ると引けて倒れちゃうみたいなね、コミカライズな、コミカライズシーンもあったりするんですよ。コミカライズってこれもまた相棒としてすごいいい感じのキャラクターがまた違うんだ、全然凛としてる感じですね。あー、確かにミッチーが2代目。あ、2代目なんだ。で、3代目、うん、3代目が成宮博樹くんなんですよ。成宮博樹くん、あー、これは年の差が結構離れてる相棒という形で、今までの感じだとね、うん、可愛らしい男の子みたいなね、なんかこう育ちがいい杉下さんみたいな感じでね、ちょっと甘えちゃうぐらいの感じ。まあ、見た目も可愛かったしね。杉下さんってやる感じなんですよね。うん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 、それが今それが3代目。3代目で、4代目が堀町隆さんです。ああ、そうか。堀町隆さんはこうね、官僚が下ってきて官僚になってきた。官僚、相棒になってきた。そういうもんなの、官僚。下ると官僚になる。なんか官僚だったんだけど、1個戻るみたいな。かから。そう、相棒になりましたみたいな人で。そう、相棒になりました。そんな感じなの、俺ちゃんと見てないけど。でもとにかくでかいんですよ、反町さんは。とにかくでかいってことないよ、反町隆史捕まえて。で、あとコーヒーを飲むと覚醒して、なんか推理がはかどるみたいな。大丈夫か、そんなやつ。コーヒーを飲むと警察にいて、うん、コーヒーにこだわりが、まあ、あの右京さんが紅茶の、ね、紅茶だからね、キャラクターだから。あ、これ4代目の反町さん。これは4代目が反町さん。で、5代目がこう寺脇さんに戻ってきてる。なるほど、1,2,3,4で今ここってことね、うん。はあ、いや、聞いてみたら確かに、あ、そうか、見た記憶はあるわって感じだけど、うん、ちゃんと覚えましたか。いや、わかんない、じゃあちょっとおさらいしましょうか。あ、順番にいきますよ、はい。寺脇成宮じゃないですね、何が始まってんの。テーマ、気持ち悪い。テーマ、テーマで覚えたらすごく覚えやすいから。相棒のテーマなの。そうてーてけてんてー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 のそう寺脇っていう。そう気持ち悪い。これでいけますから。それでいける今の。寺脇、うん、及川成宮反町寺脇って今ここなんです。今ここなんです。こういうことなんです。ああ、そういうことね。あのメロディーだとちょうどよくね、相棒が覚えられるんですよ。入ってくんだ、うん、その順番が2代目3代目だ。成宮君がどれだから、ナリミヤじゃない、ナリミヤ取り待ち寺脇ですよ。あ、なるほど、分かりましたか。なるほどね、取り待ち。え、だから取り待ち寺脇及川やってることはナリミヤだし、むちゃくちゃ。え、ミッチーが何だから、おいかわてらーてらーきはここだろ。だからてらーきは絶対ここで始まってここで帰ってくるんだから。おいかわなりみやそのたた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 同じことはないし絶対。なりみやがなりみやかだ。なりみや
反町寺脇寺脇だもん絶対。大井川大井川なわけないじゃん。あれは初代の特権だもん。てん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 のとこ相棒ってなったからてん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 だから寺寺脇寺脇の入りだもん。寺脇寺脇おいかわそりまちあれそりまちだいぶあっておいかわえちょダメよそらそりまちの位置でちっちゃくおいかわって寺脇が言ってるなと今誰なのってなったらそりまち寺脇だってやばいよおいかわここでここから始まるのそこだ誰だ？だよ大井川。大井川。寺脇。大井川のとこは。大井川。大井川。じゃ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 。大井川がずっと何回も延長してやってたらダメだ。大井川。なりみや。通り町になっちゃう。それだった。その曲メロディーだった。通り町。ダメなんだ。終わっちゃう。から。寺脇に絶対。通り町。ソリバチーからソリバチーから始まる相棒なんかないんだよ。ソリバチーじゃないんだってその何もしねえで横移動のソリバチー。テラワキナリミナリミはもうあとテラワキテラワキじゃテラワキテラワテラワキおいかわナリミやソリバチーおいかあれどっか一個ずっと抜けてんだろ。テテ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 だ並行してやってた最初はね、そう寺脇さんだったんですけど、うん、2代目が谷原章介さんがねブランチの司会の方がやってるんですよ。ブランチの司会の方がいいよ別に俺が口を滑らしただけだから渡辺健さんがね渡辺さんはまあでもね渡辺さんも食べてました。誰であーって言ったんだ。食べるの好きなんだよね渡辺さん。頑張ってるんだから今で今は藤森慎吾くんがやってたりもするんですよ。ああだから寺脇寺脇、谷原、意味なくない？渡辺、藤森で、寺脇だ。いいよ、このブランチのやつはやってくんなくて意味ないし、相棒の曲で聴いてる。あ、そう？成宮くんが結局成宮くんがいいの？だから成宮、そりまちで、寺脇だ。あ、そうだ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 、こういうことですね。だんだん覚えていく。覚えてね。あの、成宮くんとかミッチーとか反町さんのとこだけちゃんと覚えれれば、うん、スッと入る、うん、ミッチーのとこがミッチーのところはおいかわ谷原なんでいねえんだよブランチを。ブランチも交互に入れてく。なんでそんなことするんだよブランチも交互に。そんなことするなよ。だから寺脇谷原おいかわ成宮。いやいやいや交互に間入んない。そうか渡辺さんが入るのか。寺脇谷原谷寺脇谷原おいかわ渡辺総理町あれ足りないよ曲だと入れると足りないよ知らないよどうもありがとうございました。